I'm Jason Palmer, one of the hosts of The Intelligence, the Economist's daily current affairs podcast. The Economist's award winning shows make sense of what matters. From our special series on China's president to our weekly podcasts on business, technology, and American politics, our journalists provide fair, in depth reporting on the events shaping the world. Search for Economist Podcasts Plus and sign up to our free one month trial. 毎週木曜日のこの時間は飯田和夫のブラッシュアップですさあ今日は日中関係について、はい、ということなんですけども今年もまあ日本と中国の間にはいろいろありましたそういう中で日本の駐中国大使が今月交代しましたよねはい、えーまあ、1年を振り返る時期になりました、えー、でその年の瀬にですね、まあ、3年間の北京での勤務を終えて先週帰国した、えー、日本大使 えー、お名前は、えー、田上秀雄さん、三十二歳、はい、お話をしたいと思います。六十二歳ですよね。すみません、六十二歳です。若いなと思う。<laughs> 間違えました。六十二歳です。<laughs> はい。はい で外務省で中国語を学び、まあ、中国を専門に担当してきた、うん、いわゆるチャイナスクールのまあ外交官です日中関係といいますと今年1年に限ってもいろんなことがありました、まあ、ね、特に思い出されるのは東京電力福島第一原発からの処理水の海洋放出が始まりますと中国は、ねはい、これを、まあ、核汚染水と表現して猛反発しまして、はいまあ、日本からの水産物の輸入を全面ストップするということでこれが今も続いているです。 の他にもありますね、えっと、日本人の、まあ、有罪判決もありましたね、スパイ行為に関わったとして、はい、日本人男性が中国で裁判にかけられて、懲役10年の実刑判決、これが先月のことでした、えー、これとは別にあの、製薬会社の別の男性社員も、えーまあ、3月からスパイ容疑で拘束されたまま。 まあ日本と中国の間はまあまりよくない話題ばかりが続いた1年だったと思います、はいうんまあ、世界どこでもそうだと思うんですけどこういう問題が出てくると日本の大使はその国と接、まあ、衝の最前線に立つわけですよね大使館の大きな仕事の一つはまあ法人保護ってあるんですね<う>まあその国に仕事や学問などで滞在する、まあ、自国民、自分の国の国民を保護すること。ええ まあえー、またあの、2つの国の間の関係において問題が起きたときに、まあ、大使はその国の外務省から呼び出されてまあ抗議を受けることもありますね日中の場合、まあ、これだけ問題が山積してきますと垂大使も何度も呼び出しを受けた。 といううことにななるんんでですすかね、はいあのー、そうなんですよただ、ですね、はいえー、田澄さんの場合はまあ結構言うべきことは言うタイプでして、ほ<ー>例えばあの5月の G7 の広島サミット、はい、まあこの時首脳宣言の中で、まあ、法の支配に基づき、国際秩序を維持するため結束を強める、はい、こういうことが明文化されました。はい まあこれ明らかに中国やロシアを念頭に入れているんですがまあ中国は抗議しましたただ呼び出された田邦大使はまあ中国外務省の高官にまあこのように反論しましまた中国が行動を改めない限りこれまで同様 G7 として共通の懸念事項に言及するのは当然将来も変わらないだろうこうした懸念事項に言及しないことを求めるのであれば まずは中国側が前向きな対応を行うべきだ。はい。<ー>まだあります。ええー、二千二十一年の十二月、今から二年前ですね。はい。ええー、首相を退任した、まあ、あの安倍晋三さんが、えー。こんなことを言いました、えー。台湾有事は日本、日米同盟の有事だって。覚えてますよね。はい。で、この時も田上大使は、ええー、中国の外務省から呼び出されて抗議を受けました。うん、はい。台湾をめぐる状況について。 日本国内にこうした考え方があることは中国として理解すべきだ一方的な主張は受け入れられない。 こういうふうに日本側の立場に立って主張するべきところはしっかり主張するっていうのはすごく頼もしい存在だなと背景としてですねさっき田ミさんはチャイナスクールと紹介しましたがある意味異色のチャイナスクールなんですよ。というのもこれまでのキャリアを振り返ってみると赴任した外国は中国や香港や台湾という中華圏だけなんですねこれ合わせて7回。普通外務省ののキャリア官僚っていうは まあそのスクール以外も経験すするんですよ、はあ、例えばチャイナスクールであってもアメリカに行ったりヨーロッパに行ったりそういう勤務があるんですが田、ええ、ミさんの場合はまあ中華圏1本なんですねであの私もあの北京や台湾での勤務の時期が田ミさんと一緒の時ありまして、ええ、まあさっきの発言なんかまあいかにも田ミさんらしいなと思います、はあ、でまあそういう経歴に加えてですね まあ、タルミさんはの自分で動いて、まあ、赴任先で、まあ、人脈を作るタイプなんですよ<ー>、まあ。特定、特としてやっぱりそれが中国側から警戒されることもありましたね。<ー>はい。で、ご本人もやっぱり中国を まあ中国人をを誰よりも知ってるってているうまあ自負を持ってましただからまあさっきのようなまあ十代の大使にはあまり見られないような発言も飛び出すんだと思いますねで、えー、まあそれを証明する一つの例なんですけど田邦、ええ、大使は、えー、北京に赴任する前の3年前ですね、ええ、経済専門誌の東洋経済って雑誌がありますよねこれのインタビューに答えてます、えー、これもあの紹介したいと思います例えば香港問題南シナ海問題 ウイグル問題などについて我々は主張すべき点ははっきり主張していくそのためには安定した率直に話し合える関係を構築しておかないと相手にメッセージが届かない言うべきことは主張する譲歩できないところは絶対譲歩しない一方で協力できるところがあれば協力していく、うん、そして中国共産党が 政権党であるとしてもそれに批判的な大学教授や弁護士などもいるわけでそうした意見もしっかり聞いた上で中国社会がどの方向に進もうとしているかを理解するのがとても大事だそういう人たちに日本はこういう国だったのかと再発見してもらう手伝いをしていくことも必要だろう。なるほどはい タルミ大使が北京での在任中ちょうど、えー、昨年、2022年というのは日中国交正常化50周年という節目でしたけれどもやっぱり日中関係というのは、まあ、低空飛行をたたどっていましたよねその日中間には戦略的互恵関係を築いていくという、まあ、大きな約束事があるはずなんですけどね。はい この戦略的互恵関係、はい、まあこれはあの日本と中国がまあアジアや世界に対して責任を負うと、うん、で国際社会にまあ一緒に貢献していこうとか。 それとか、まあ、あの共通の利益を拡大して日中関係を発展させようということなんですよね、ええ、あでこれはの、2006年10月に、まあ、首相に就任したばかりの安倍晋三さんが、まあ、中国を訪問し、当時の胡錦涛主席との間で、まあ、決めたと、うんまああ、会談後の共同文書の中にある言葉なんですよ、あ<ー>で実は田澄さんは、この安倍訪中の事務方として、この言葉、えー、戦略的互恵関係っていうワードを作ったメンバーの一人なんですよね。<ー> 日中関係はまあ政治的な問題が起きると、あ他の分野、つまりあの文化交流や協力までまあ影響してしまうと、それだけにまあ冷え切った今こそ、おこの戦略的互恵関係の意味を、日本も中国もお互いにかみしみめるべきだと私は思いますね,、はい、ねえそういう垂水さんが、垂水秀夫大使が北京を離れる前に、先日、記者会見を行いましたよね。はいあのー、これ少し、えーあのー キー,キーワードが入ってますんで紹介したいと思います摩擦や意見の相違は恐れる必要はない国が違う以上時には立場の相違や摩擦があるのは自然だ恐れなければいけないのは日中間の意思疎通がなくなることだ日中関係は上がったり下がったりのジェットコースターであるべきではない 普通列車のようにしっかりと安定的な関係を構築すべきだはいあの言葉にありました、国が違う以上、立場の相違や摩擦があるのは自然だ、うんまあ、これであの思い出すのは、ですね1972年の国交正常化の時なんですよ、<ー>まあ、中国の首相だった周恩来が、まあ、基本の原則を示しました、はい、でそれは言葉として、勝意を残して大道につく。 少尉を残して大道につくって言葉なんですよ。うんはい、で、日本であの大道少尉ってよく言いますよね。で,ねで,で、これ。はい、で、日本ではこの意味として、まあ、少尉を捨てて大道につくっていうニュアンスで使われることが多いんですけど。ええ、ちょっと中国では違うんですよ。<う>で、周恩来が言いたかったのは。 えー、小さな相違は捨ててしまうんでなく、まあ、ちゃんと違いを理解しようとうまあそのことを常に頭に置きながら乗り越えて台道つまり友好と協力を築こうということですねですから田み大使はおそらくこれを意識したと思いますし、まあ、退任前に残した言葉とこれは本当にいいメッセージがあるんじゃないかと私は思いますね。でえーまあ、今見ててみるとととと日本と中国、まあ、自分と違ったた点をまあお互い非難し合うと、まあ、これはまあ政府だけじゃなくて私たちの 国民にも言えると思います。まあ、難しい時代だからこそ、うんおまあ、相手を知ることは必要だと思いますね、で、田、え、辺、ー、さん、北京在任 3, 人3年間を終えて、やり残したこともあると思うんですよね、うん、ですから最後の会見で、日本人や、まあ、中国人に伝,伝言を終えていった、私はそんな気がしますね。はいうーん 感情だけになっちゃうと、まさに、えー、あのジェットコースターのように、日中関係も上がったり下がったりってなりますから、ね、やっぱそこは冷静になるところは冷静になって、うん、互いの違いっていうところも認め合いながら、そして将来的に大きな目標となるね友好、うん、という関係を深めていけたらいいですよね。うんえー、ここまままでで飯飯田田和夫のブラッッシュアップをお送りりしししたたさんありがとうござい清す 僕が喋る我思う故に我ありがラジオを飛び出してポッドキャストで放送中です僕の持論哲学を RKB アナウンサーの武田紗恵アナと喋っています固定観念や規制概念をぶち壊すポッドキャスト番組我思う故に我ありぜひお聞きください